庭園県は中華人民共和国安機省、周士に位置する県。紀元前221年、新庁により、旧校軍の下に、飲料圏及び、東場県が設置された。干渉にはさらに県域の一部が、極洋広告の管轄区域に移管されている。新大に、東場県は、部城県、飲料県は、陰陸圏、極洋広告は、遠平帝とそれぞれ解消されているが、 五冠になると県名は元に戻され、遠平帝は西極要件とされた。72年、東条圏は助手書館の下被国に改変されたが、三国時代には東条、飲料の日県となり、ワイナ軍に属し、信頼に沿い重ねされた。南北朝時代になると、港和地区は南朝と北朝の勢力が拮抗する場所となったため、その行政区画は頻繁に変更されている。 東場県は当初南朝層に帰属したが、後に北儀の半島に組み込まれている。南朝政の時代には県域には馬球群が設置され、南朝張の524年には西極洋、陰陵東場の3県を統合し、庭園群を設置し、さらにその下部に庭園圏が設置されている。540年には安州が新設され、庭園、 林郷の二軍を管轄するようになった。その後北朝の支配下に置かれた、庭園地区は573年、南朝鎮による再び南朝の支配下に置かれた。北朝では北義から東義にかけて県域には、西廃軍が設置され、小県、拝県、平洋県の三県を管轄した。また、北西では公安軍が設置され、579年には、 北州の半島に返球されている。602年、随朝は公安軍を林郷県と解消し、豪州の管轄とした。620年、勝利軍林郷県を豪州庭園県と改編。上岸年間以降は歪南道に属した。五代十国時代から壮大にかけ踏襲されている。元初は豪州の管轄とされたが、1278年に、 林外府と、海啓、1291年には、金南を北高庄安豊寺豪州の管轄とされた。明朝が成立すると1380年に、法洋府の管轄、1403年に、南京法洋府の管轄とされている。新書は、高納行省に属したが、1667年、安岐省大鳥江六指道法洋府の管轄となった。中華民国が成立すると、 暗記省庭園圏が設置され、中華人民共和国成立後に踏襲された。1949年1月18日、中国共産党の実行支配下に置かれた庭園圏は、公和第一分区の管轄とされ、同年4月21日に、関北高所、県選区、1956年1月、防府選区、1961年4月に、 県選区の管轄とされた。1992年12月に地球史の収支が成立するとその管轄となり現在に至っている。ありがとうございます。